分じゃちゃんとカメラ持とう。おジェットスリーちょっとした機会があって、Z4 は乗ったことあるんですけどね。ああいう車もいいですよね。ここ、お土産瓶ビール、かまどの地ビール。へえ。でも開いてないのかな、今。開いてなさそうかな。へえ。こんなんがあるんですよね。東濃ビアワークス。へえ。かまどブルーウェイ。開いてなさそうかな。ちょっと早すぎたかな。かま同士があるんですね。ここでなんか温泉旅館みたいですけどね。アルガマかまど。結構高低差は激しいところになってるんですね。これで駐車場こんな感じで作ってますもんね。はあ、お一応コミュニティバスの案内が出てるけど、なんかパッドの感じ、ほぼほぼ当てにならなさそうな感じだったんですけどね。あれ、今から、16時で、運休、土日祝運休、全くもって、あ、何の足にもなんねえじゃん。これ公共交通として意味をなしているのかどうか。まあ朝一、平日朝の通勤通学には使えるのか。でももう朝練があったらおしまいだない。うわぁ。休日にね。まあ結局まあ皆さんマイカー持ちますからね、こういったところだと。まあ歩くしかねえか。どっちに行ったらいいんや。立ち見方面に行ったらいいか。曲がった方がいいんかな。こんにちは。こっちでいいかな。郵便局で、これ渡った方の方がいいはずやもんな。こっちやね。よいしょ。すごいですね。中央線が山の方を走ってる兼ね合いで、本当にちょっとね、名古屋からちょっと進んだだけでこういう感じの風情のある街並みになりますからね。比較的東海道沿線はね、どこで降りても大体こう
特に名古屋から東京にかけてはね、海側をずっと走っていくんで、そんなにローカル感を感じるところ少ないかもしれませんけど、さあ、やっぱね、この持ち方だと腕が早々に疲れてくるね。ダメだね。さあ、どうもね、やっぱね、上持ちをすると、今ちょっと下がったと思いますよ。この持ち方だと、結局ね、なんか、あの、カチカチノイズがね、乗っかって、あの、持った時にずっと握っちゃうんですよね。だから、グリップは良くなるんですけど、どうも、その握る時に、中の精密機がカチ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 になっちゃうみたいで、こっちでいいのかな。横国道走ってんのか。国道に出ると大変そうなんで、こっちの下道の方ずっと行きましょうか。暑くね。11月とは思えねえ。普通に半袖で暑いんだけど。暑いのか。あれ11月だよな、今撮影してんの。だからニュースによると夏日のとこもあるらしいですからね。暑い。まあただね、ここがね、暑いのもね、まあもちろん温暖化的にはね、問題なのかもしれませんけどね、正直個人的には、あの、それで、あの、旧ね、あの、いなべの光景とかなくなってくれればね、あの、もちろんこっちとしてはありがたいところはあったりするんですけど、あの、マジで、あの、雪予報の時は地獄ですからね、もう前日から、ね、構えてやらないといけませんから。あっちが広い道で、まあ、あっちも歩道とかもありそうだけど、まあせっかくだしこっち側走っていくか。